ドクトル・マブゼは1922年に公開されたドイツ映画。サイレント期としては異例の4時間を越す大作でドイツ表現主義を代表する作品の一つとされる。監督を戦艦期のドイツですでに巨匠として名を馳せていたフリッツ・ラングが務めたノルベール・ジャックの小説が原作。脚本は当時ラングの夫人であったデア・フォン・ハルボーとラング自身の共同執筆。 撮影は、カール・ホフマン、美術は、オットー・フンデとカール・シュター・ルーラッハ。物語は、変装の名人で、催眠術に長じた、恐るべき犯罪者マブゼが部下に指令を発し、列車内で乗客の一人を締め殺し、ドイツ・スイス間の経済協定書を奪わせる、という事件から始まる。協定書を失ったドイツでは株価が暴落する。暴落した株を買い占めた後、マブゼは、 協定商当局に提出し、再び高騰した株を売り払いを設けする。続いて彼は、酔いどれ庶民に変装して、貧民街に現れ、一軒の家の地下室へ入り込む。そこは、彼のアジトを兼ねた印刷工場で、視覚障害者たちを使って莫大な偽紙幣を作っている。そして、さらにカジノに現れ、カードのイカサマで一稼ぎする。マブゼには、 カーラ・ガロッツァという踊り子の上婦がいる。フォーリー・ベルジェールのボックス席に現れたマブゼは、彼女のセクシーな踊りには、目もくれず、双眼鏡で客席を物色し、他のボックス席にいた、大富豪の息子、江戸川春に目をつけ、ショーが終わると彼に話しかけて、クラブに連れ込み一晩のうちに大金を巻き上げるが、さらに彼の財産を絞り取ろうと、カーラを色仕掛けで接近させる。 不正賭博の調査を始めたフォンベンクは春を訪れて、事情を聞く。春に招かれたカーラはフォンベンクが来たことを知り、マブゼに報告する。フォンベンクは、賭博に関係あるマブゼという人物の正体を、掴もうと変装して、賭博場に出入りする。そして、白髪の老人が変装したマブゼであることを見破り、自動車で逃げる彼を追跡するが、マブゼは、エクセルシオールホテルに入り、 巧みに行方をくらます。諦めて帰ろうと自動車に乗ったフォンベンクは、マブゼの部下に麻酔ガスをかがされ、意識不明になったところをボートに運ばれ海に流される。しかし幸運にも発見され救われる。カーラは春を訪れた時、マブゼからの連絡の手紙を落とすが気がつかない。それを拾って読んだ春はフォンベンクに通報する。そして、彼女に誘われるままに秘密クラブに出かける。 そこには変装したフォン・ベンクが入り込んでおり、彼の連絡で警官隊が押し寄せ、カーラを逮捕する。怒ったマブゼは春を殺してしまう。次の犠牲者はトレド白爵である。マブゼは彼に催眠術をかけ豪華なカジノでイカサマカードをやらせる。しかし、相手に見破られ、友人たちは彼に怒りと不別の言葉を投げつけて去っていく。その様子を見ていた。 白爵夫人はショックで失神する。かねて彼女に心を寄せていたマブゼは、このチャンスを逃さず、彼女をさらって、今までカーラを住まわせていた隠れ家に監禁。お前は、俺のものだと嘘吹く。翌日、本弁区を訪れたトルド白爵は、自分の意志でなく、イカサマカードをやった事情を説明し、本弁区に勧められ精神分析医に連絡する。これが、実はマブゼで、 トルド伯爵の屋敷を訪れた彼は治療のため誰にも会うなと命ずる。経過を知ろうと電話をかけてきたフォンベンクは飯使いから伯爵夫妻が不在と言われ疑念を抱く。一方、留置場から刑務所に移されたカーラはフォンベンクの説得でマブゼの罪状を告白しかける。マブゼは彼女を催眠術にかけ部下に持ち込ませた毒薬で自殺をさせてしまう。 その上、フォンベンクも爆弾で殺そうとするが、仕事に当たった部下が失敗して捕まると、護送される途中、その部下をも射殺する。マブゼは治療と見せかけて、トルド伯爵に催眠術をかけ続け、ついに精神錯乱状態に追い込み、カミソリで自殺させる。そして、フォンベンクを訪れ、伯爵のイカサマカードと自殺は、 ベルトマン博士という催眠術師の仕業だから、博士のショーを見に行った方がいいと提言する。そのショーに出かけたフォンベンクは、ベルトマン博士がマブゼの変装を見破るが、催眠術にかけられてしまい、自動車をフルスピードで断崖に走らせるが、あわや墜落という瞬間、追ってきた部下たちに救われる。今やマブゼの正体を掴んだフォンベンクは、警官を動員して、一味の相当を開始する。 抵抗する部下たちは次々と射殺され、マブゼは白爵夫人を連れて逃げようとするが抵抗され、やむなく彼女を残して、ただ一人下水道に入り、貧民街の地下室にある印刷工場にたどり着く。しかし、鍵を落としたので地上へ出られない。そこへ警官隊が押し寄せてくる。マブゼは偽紙幣の山に埋まって発狂をする。ありがとうございます。